皆様ごきげんよう、ブレイキングダウン8で頭角を現したオーディションでですね、初めてのね、なんか切り込みをしてきましたね。まさかの溝口さんを指名ということで、21歳。あ、そうです。すごいよね。あれなんかめちゃくちゃ礼儀正しいやん。いや、あれなんか全然違うぞ、オーディションの時と。いや、三倉さんにその実は対戦カード発表の時にすごい期待してるって言って、ひな壇クオリティだって言ってくれたじゃないですか。それでこうあの試合してしまって合わせる顔ないなっていうので今日来たので、ちょっと申し訳ないですっていう。いや、良さなくなっちゃったやん。すいません。土屋くんだっけ。あ、そうです。21歳ですごいよね、あの感じ出してくるの。しかも体重関係なしで、はい、あえて溝口さん、じゃあみんなに言ってましたよね。リクト君にも言ったし、そう、ミトリにも言ってたし、いやなんか素晴らしい子出てきたなと思っちゃったよ、ね、なんかさ、そのやっぱブレイキングダウン始めてオーディション4から始めてさ、まあ、4回目だったわけやん、うん、その中でやっぱ一番最初にさ切り込んだ人ってずっと人気じゃん、米尾みたいに、いきなりさ、うん、あんな暴れるとかさ、でその中で初めて見るパターンだったわけやん、うん、結構カットされてますもんね。カットどっしたっけ。はい、最初オーディション組に喧嘩打って、あとノックオンさんに飛ばされたり。あ、確かに。そうなんです。そうだね、オーディションもっと長いんですよ。10時間以上撮ってて、その中を、まあ、6本とかにするんで、30分の6分とかにするんで、まあ本当に面白いところだけ使ってるんで、視聴者の方はいいとこ取りですよ。そう、確かにノックオンさんとかにも吹っ飛ばされたな。気合入ってるね。気合入ってますよ。でも気合入ったんですけど、僕がちょっと一番あれって思ったのが、大体こうブレイキングダウンってリングネームみたいなのがあるじゃないですか。例えば飯田さんだったら孤高の破壊炉とかってあるんですか。でブレイキングダウンの一番のネタ枠っていうと、まあ塗り坊さんのイメージがすごいんですけど、塗り坊さんでもミスターブレイクって言ってめちゃくちゃかっこいいあだ名みたいにつけられてるんですよ。僕レディファーストなんですよ。かっこいい、一番かっこいい。そこちょっとっていうふうには思ったんですけど、まああれだよね、溝口さんに対してね。そうですね、女性はもっと大切にしろみたいな。そうです、素晴らしい。そのレディーファーストっていうのもいろいろ実は込められてて、うん、まあちょっと動画であれなんですけど、僕実は21歳なんですけど、うん、彼女のできたことなくて、で童貞なんですよ今。あ、これガチです。あ、そうなんです。なので今回はこれに出て、まあみくるさんとお近づきになって、最終的には恋愛リアリティーショーに出て、それでなんとか卒業したいなっていうふうな思いで今回出させていただいたっていうのもあるんですよ、実は。あります、あります。え、リアリティショーあります。僕がですか。いい話あります。あれ、ちょっとごめんなさい、うるさいですよね、うるさいの嫌いですよね。ちょうど来てますよ。マジですか。僕にってわけではないけど、本当にブレイキングダウンに対してそういうのをやるの面白いくないですかっていうのが結構来てるんで。本当にそうなんですよ。だから僕も本当に目もこんなやられて、で本当は言いたくないんですけど、地元で実はヘッポコ赤髪タヌキって言われてて、それがグループで今拡散されてるのが届いて、もう本当にやっていけないんですよ。え、地元はどこなの。あ、地元は静岡県っていう場所で。ああ、じゃあ隣の場所。はい、ここです。え、静岡のどこ。静岡の御殿場っていうアウトレットがある場所なんですけど。はい、そこでずっと生きてきて。でもね、俺オーディションに来る前に TikTok を見たんですよ。ライブですか。ライブ見ていただいてんですか。ライブでしかもコメント残して。え、あれ本当だったんですか。本物です。なんかリスナーさんがすごい朝倉みくるさん来たよって言って。あ、そうよくあるんですよ、有名人が来るのが。ええー。前も滝沢秀明さんも来てくれたし。あ、そうです。滝沢さん。あ、そうです。本当に。あ、そうですじゃないでしょ。そうです、初めて来ていただいて。なんかね、ずっと誰かにブチ切れてたんですよ。TikTok で。あれ誰、知らない間。いや、本当にノー打ち合わせのノーやらせの本当によくわかんないリスナーさんです。なんであんな経過してたの。いや、これもまた実はいろいろありまして、やはり今ブレイキングダウンというコンテンツが流行っているのと、ひろゆきさんというのがまた流行っているなと思って、ブチ切れながら論破するっていうのがバズるんじゃないかなと思いまして、あれをやったんですよ実は。なるほど。そうです、そうです。まあでバズってるますもんね、 TikTok はね。一応3000人ぐらいはいつも同説は見ていただいてます。すごいね。ありがとうございます。え、フォロワーも多いの TikTok。 そうですね、一応5時間で25万人が来たっていうのが TikTok の公式で一番今僕が記録持たせてもらってるんですけど、そのフォロワーが実はバンになっちゃって。でなんでバンになっちゃった。未成年への性的搾取だったんですよ。だからこのあんまり日常生活で童貞ですし、彼女もできたことがないので、こうなんで童貞なのに性的搾取。
はい、あの要はこう口説いちゃうんですよ。ああそういうことね。あよくない、それよくない。そうなんですよ、それよくないわ。だから今回も本当に彼女を作りたい、童貞を卒業したいということで応募して、うん、でブレイキングダウンで本当にゆきよさんはすごい握手までしていただいて、すごい反響あって、うん、でもやっぱりインスタの DM 見たら女の子から一人も来なかったんですよ。あまあちょっとね、売り出し方がね、まあ、顔は別にブスだとは思わないんですけど、うん、ちょっとミスブランディングだよね。あその性格が、あ全然全然、男はやっぱ顔じゃないから。ありがとうございます。全然でもなんかあの感じの入り方するとやっぱモテにくいよね。あそこで勝ってたら口と言動と合ってるみたいな。そうなんです。でもなんか空手の全日本チャンピオンって書いてあったけど、あれ本当なんですよ。だからそうなんですけど、これがもう絶対嘘って、もうあのパフォーマンス見るとやられちゃうじゃないですか。伝統派で、あと伝統派なんです。寸止めなんですよ。伝統派だったらでも顔面ありじゃない。あ顔面あるんですけど、防具してのしかもこう当てたらダメなんで。なるほどね。まあ、溝口さん長いしね、リーチ。あの人バケモンですよ。バケモン、マジで本当冷やかしなしでめちゃくちゃ強いです。なんかね、ラピュタのあれに見えたもんな、俺と。ラピュタのあれ、あのこういう人手を流すあ、いますね。います、います。なんか手長すぎでしょ。はいはい、あでもブレイキングダウンには継続参戦してくれる、ヒクルさんがもしって言うなら。うん、でも正直もう怖いですね。怖い、もう目が結構痛いらしいもんな。これやばいです。あの膝蹴りパンチ、最初おそらく目一応指が入ってて、でもそこでこうなってないんですよ、うん、でも最終的に膝で。あ膝か。だからみくるさんもその50対2の喧嘩ですごい目がグロいっていう、うん、これぐらいもっとひどかったですか。もっとひどかったよね、うん、てかもう顔がもう半分もっとひどかった。あこの目でももっとひどいんですか。もっとなんか 目だけで言ったらこんな感じだったかな。顔がもっと原型がなかったんで。さすがですね。さすがではないし、別にやられてるだけだよ。やでも本当にすごいと思います。じゃあ TikTok 活動が仕事。そうですね、本当にすごいですよ TikTok って。本当に収益化はできてるんだっけ今。それが TikTok は動画自体には収益化はできてないんですけど、うん、ライブでの投げ銭っていうのがすごくて。ああそっかそっか。これが本当にです。投げ銭ね、俺いつも投げるなって言ってたんだけど、はい、ライブしてるとき、はい、一回も一銭も受け取ったことないけど、あれ何あれ口座設定したらもらえる。まあ、もらえます、もらえます。あ、そうなんだ。もう一回ももらったことない。今までなんかたくさん投げてもらったけど。いや、本当にそうですよ。だから、YouTube で100万再生で30万ぐらいって大体言われてる相場があると思うんですけれども、あまあ、大体相場、うん、TikTok、僕が全然、今10万ぐらいで新しいアカウントフォロワーやってるんですけど、昨日も配信させてもらって、1日で行ったんで。1日そうです、投げ銭だけです。はい、一応会社に今日も乗って来てんで、ここまで、はい、あ、今まだ静岡に在住。そうです。あ、そうなんだ、そうなんだ。そうです。わざわざ来ていただいて、うん、ええ、とんでもありがとうございます。まあ、じゃあ、あの喧嘩をずっとしてると思う、TikTok で。そうです、本当にそうです。で、なんでその喧嘩してるのになんでもらえるわけ。また手法がまたちょっと考えてて、うん、そういうふうに。あ、なるほどね、はい、面白いやり方してるやん。すごいよ、でも自分で考えて新しいね、完全に新しい市場を築いたわけだから。これでもう2人目3人目と同じパターン出てくるよ多分。そうなんですよね。だから僕も本当にゆくゆくはその芸能界だったりとかっていうのをあの主戦場としていきたいので。主戦場として。そうです。そうです。なんで演技もちょっと頑張りたいなって思ったら、怒る演技とか泣く演技がすごい苦手で。じゃあ本心なんだ全部 TikTok。 そうです。どうやってムカついてんの。あのいや、そうですね、どうやって、なんかスイッチ入るんですよ、ポンと押すと、うん、やらないといけない。なんか魔物がいるんだろうね、心に。そうかね、なんかデスノートとか渡したらやばいことやりそうだ。そうですね、まあ何人かはちょっといるので、うん、確かに。まあそうですね。まあでもすごいよね、21歳よ、だって。いやいや、ありがとうございます。でも芸能界か、はい、テレビの方に。そうですね、絶対無理でしょ、んあんな感じでやってたら。はい、何、あんな TikTok の感じ、はい、売り出し方してたらテレビ絶対呼ばれないでしょ。あ、そうですね、一応今のところここに引っかかるよ、間違いなく。そうですね、案件もゼロで、うん、なった金なんですけど、でもゆくゆくはこうシフトチェンジだったりいろいろできると思うので、そういうところからっていうことで突き進みたいなと思います。本当に1年ぐらいやってるんですよ、あれを。毎回同じことだけ、全然落ちないので。賢いですね。ありがとうございます。
じゃあ今後 そのブレイキングダウン参戦するとしたら、はい、またあのキャラクターで。そうですね、次からおそらく溝口さんがひな壇に、まあ確かにね、ってなる可能性が高いと思います、まあまあ、確かに。やはりそういうふうに考えた時に僕の役割って何だろうと思った時にリクトさん、リクルさん、こう俺っていうのも面白いのかなって思ってて、仕様になる。いや、そこまでちょっと荷が重いんですけど、こうトークを回すっていう面では、うん、まあちょっと散々あの結果を出してしまったので僕に噛みついてくる人もまあ何かいると思うんで、そこはなるべく三倉さん近くにいてもらえれば安心なのでっていうことも含めて、まあね、まあ、ちょっとそれはさすがにないけど、ひな壇に行くのはありかな。え、全然結構注目度高かったし、あの盛り上がったと思ってて、こう溝口さんを引き立てたのは彼でしょ。でね、俺すごい思うんですよ、今日動画で話したかったんですけど、ブレイキングダウン9の、応募が始まってまして、今、まあ、概要欄の方からね応募できるんですけど、なんと6月4日までです、募集締め切り。で、いつもなんかブレイキングダウンとか見た後に俺にインスタでなんか DM で出場させてくれみたいなメッセージめっちゃ来るんですけど、ちゃんと応募してください、ちゃんと見てください。で、あとね、結構ね、こう口で言ってるけど行動しない人が世の中多すぎる。で、結局ね、なんか行動したものだけが成功をつかみ取るチャンスがあるので、まあ、ぜひね、我こそはという方は応募してほしいし、で、前回からすごい心がけてるんですけど、なんかだんだんこうブレイキングダウンの競技レベルが上がっていくことはいいんだけど、格闘技経験がないでもポテンシャルあるような子、まあ、彼みたいな、もし 花はあるけど、まあ、その上位陣とその戦ったらさすがに勝てないでしょみたいな、まあ、伸びしろがありますけど、今の状況だと、今の状況だとね、そうですね、そう、すみません、そういう子の可能性を消したくないので、そもそもそのオーディションのグループで素人枠をどんどん作りたいと思ってます。なので実力がそこまで伴ってなくても、俺はなんかハッタリをかませるとか、話術だったら負けないとかね、盛り上げるのは得意だっていう人もどんどんね、こう心配なく応募してきてほしいなと思ってます。まあ、そういう人をバンバンにひな壇から俺とどうかみたいな。そうっすね、もう次はね、格闘技経験ないけど喧嘩島みたいなことやってもらったら、あ、喧嘩島、うん、そういうグループを、ちょっと怖いです、ね、怖い怖いっすね。あ、そっかそっか、でももともとヤンキーじゃないんだ。ヤンキーじゃないですよ、真面目にずっと、本当に真面目に、どうっす、だからですよ。どうした急に。いや、そうですね、まあ、でもブレイキングダウンも何人かこうひな壇の選手で、もともと僕の TikTok ライブ来てくれた方も何人もいたので、ちょっとこうアウェーではなくホームで行けたので、いつも通り行けたんですけど、やっぱり爪痕は残したいなと思いまして。でもなんかどういう人生を歩んできたのかちょっと気になるけどな。まだ21歳でしょ。そうです。で、仕事とかは一回も経験ないの？ないです。で、高校とかは行ってた？はい、行ってました。高校卒業後ニートみたいな。あ、今大学生で。あ、大学生なんだ。あ、現役の。へぇ、こちら大学で声かけられるでしょ、たくさん。いや、それが、まあ本当に僕目立ってないというか、静かな子で、この髪色でこの髪色にこの目って、なんか漫画のさ、ヤバいやつみたいな感じ出てるけどね。いや、そうなんですよ、そうなんですけど、だからもう授業も一番後ろの一番端で、こうずっとこう下を向いて授業を受けてるような人なんですよ。あ、じゃあ陰キャなんだ。認めたくないですけど、世間からはそう言われても。俺も陰キャだからね。あ、そうなんですか。そう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 、あの人前出るの好きじゃないし。一緒です。あ、一緒のタイプだ。気が合います。陰湿陰キャ系でしょ。いや、そうです。俺は陰湿じゃないけどね。ああ、そっか。いや、でも、いや、え、似てます。ちょっとね、なんかこう携帯とかだったらガンガンいけるみたいな。携帯とか、あの TikTok の携帯でやってるでしょ。パソコン。あれ、人がいないんだから、いけるんでしょ。わかります。俺もこう、例えば100万人とか見られるじゃないですか。でも100万人いたら絶対喋れないんで、こんなに。わかります。そうなんですよ、似てますね。似た者同士ということで。そうですね、今後もお付き合いをしていただいてですね。まあ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 、今後ね、本当塗り棒みたいに活躍し続けてもらったら。僕は本当にびっくりするぐらい僕のこと好きっすよ。あ、そうなの。そうです、2つエピソードがあって、まず1つ目はオーディション後にわざわざ僕のところまで来てくれて、うん、すいません、
勉強になります、あれ出ます、絶対質問になりますね、あなたはって言ってるのがまず一つで、もう一つはちょうどみくるさん の, あの牛久戦を僕もちょっと VIP で見に行かせてもらった時に、ぬり坊さんと VIP いた、あそうです、前あの解説席の前から3列目にいました、そうですの時にぬり坊さんと会って、ぬり坊さんもその時にそうずっと喋りかけてくれて、まあぬり坊は全員に言ってると思うけどね、その会場で会った人、そうです、でもこうブレイキングのやつのオーディションこう方々で言うとこう、でも VIP で来たっていうのは自分で買ってきたの、ちょっと紹介がありますね、はい、そ, そういうつながりもあるんですね、あすいません、陰ながらです、はい、一応あって陰ながらどういうこと、陰ながら、陰ながら完全間違いない、はい、でも何大学高校行って大学行って彼女できないって何か何に問題があるからね、でも最近の若者なんか彼女は作らないっても確かに聞いたけどな、僕も知りたいんですよね、それを。女の子が好きじゃないってこと？いや、僕大好きです。本当に大好きで、だからそういう話もこう吉田さんとしてみたいなと思ってて。男子高校じゃないでしょ？え、ずっと共学です。中学校も小学校も全部共学で。好きになったことはあるの？あります。え、逆にそうです。好きにならなかったことがないです。時期で言うと。必ず誰かを好きです。あ、誰か。はい。で、その子に対してなんかこうアクションを取らないわけ。取るんですけど、おそらく押し引きができないタイプで、あ、ずっと行っちゃって、はい、で、向こうがこう行っちゃうじゃないですか、なるほど、大変ですね父、そんなんで片付けられました、結構21年間何もしないって大変ですねって片付けられないぐらい、本当だ、そうしてますよ、すごい上手いから、こう駆け引き上手そうだけどね、男同士だとできます、いや、女の子に対してなんかすごい緊張しちゃうとかあるわけ、お父さんみたいになっちゃうって言われます、どういうこと、何でもしてあげちゃうっていうのと、うん、あとなんかお父さんって言われるんですよ、よくお前お父さんだなみたいな、だから恋愛が激しいんだよすかね、あ、それはあります、あー、それは嫌われるわでも束縛する人って自分に自信がないらしいから、はい、じゃあそうかもしれません、今こういうありがたいことにお金もちょっと知名度も上がってきてるんですけど、うん、やっぱりまだ今自信はありません、正直自分に、へ、まあ、それは経験つけていくしかないよね、女性との付き合いと、ね、俺もよく分かんないけどいや、それまあそうですね、すごいよ、21歳でさ、だって成人式は行ったの、あ、行きました、もうスーパースターでしょ、21歳で稼いでる人多分10万人に1人レベルだと思うよ、ありがとうございます、希少度めちゃめちゃ高いよ、あ、ありがとうございます、で何でもしてあげるんでしょ、はい、本当に僕はそうですね、ああ、じゃあ多分今日この放送後 DM 鳴りやまないわ、待ってますいいよ、いいよに使われると思うよ、いや、何でも買ってあげるんでしょ、そうです、好きな子だったら、いや、でも押し引きはしたいなと思ってるので、押しと引きを教えてもらっていい、具体的に何でしょうかこう、押しはやっぱりこう怒ってあげるっていうのもあるんですけど、引きはこう、たまにこう払ってもらいたいじゃないけど、こっちも財布を忘れたよみたいな演出もしたくて、こう、なんていうんですかね、あ、だから試したいの、そうです、あ、俺は簡単じゃないぞっていうのを見せたいんですよ、甘いね、それは、あ、すいません、まあ、でもだったら、はい、最初からお金ない感じでいかないと、そういう出会いだったら別に財布忘れる必要もなくない、最初からなんか別にお金に持ってない感じなのに自分のこと好きになってくれたら、めっちゃそうっすわ、はい、そうですね、わかりました、お金ない感じで行くってことですね、バレたね、結構、まあ、バレたんですよ、うん、だから僕も再生行っちゃうからね、うん、だから僕もあんまりこう具体的な数字は言わないようにしてたんですけど、うん、全部言っちゃうし、融合ですよ、まあはでもなんかだいぶ印象変わったわ、お、今日その TikTok ライブとオーディションしか見てないから、はい、あ、なんかこんな礼儀正しい子で、まあ、結構考えてやってたんだなっていう、そうです、でもこれ結構ね、ここで言っちゃうのは TikTok の収益下がりそうだよね、そうなんです、だからだから俺もそうなんですよ次のライブ支障来たすんですよ、うん、僕もこれはいいやつじゃねえかって多分めっちゃ来ると思うよ、コメントで、そうです、でもまさにこれも演技じゃないかって思わせるぐらいのことをやればいいわけ、確かにこっちがね、こっちが演技をしてますよって、実は童貞でもない彼女もいないっていうのも演技かもしれません、まあ、確かにね、それも分かんないよね、今の若い子ってもう何が本心か分かんないとこあるから、ずっと人狼ゲームやってるかもしれないめっちゃ好きっすだよね、めっちゃ好きっすね、そっかそっか、まあでも今後もオーディションもう参加してもらいたいし、ええー、次はぜひひな壇でね、
ってもらいたいなって。いいんですか、うん、頑張ります。なんか本当の実力も見てみたい。同じ階級の、あ、同じ体型の、はい、そうですね、うん、だから僕身長差が今回あったので、うん、ちょうど三倉さんが1年前か2年前か分かんないですけど、サバヤンさんとのスパーリングをやってた時、ちょうど身長差あったので、それ結構参考にしたんですけど、首相撲はちょっとサバヤンさんやってなかったので、うん、ちょっとよく分かってなかったですね。パニックってしまいました。でも格闘技もまた再開してもいいかもね。こっからなんか例えばキックボクシングとかさ、時間はあるでしょ。 あ、時間はあるんですけど、あれを見てちょっとはやった方がいいと思ってくれたんですか。才能ないんですよ。いやでも、だって全日本チャンピオンまで行ってるんで才能あるよね。じゃん、それであとパンチ、顔面のパンチ慣れれば、はい、あのキャラクターに実力がついてきたら結構。ありがとうございます、ね、はい、うん、いやいや、なんかやばい、言い過ぎてる。みんな憧れるなんか生活してるね。そうですね。普通ここでは女の子とワイワイ飲んだりっていう入るけど、それがないんだよね。それもまた僕本当に考えてて、やっぱり僕は有名になるっていうのは絶対自分で自信があるんですよ、うん、絶対俺有名だと、うん、そうなった時にスキャンダルが怖いなっていうのも正直あって、土屋と何かやられたみたいな、あったんじゃ、住人力的な感じあるのか。ちょっと、そう、住人力も週刊誌気をつけたもんね。無名の時代から、もう今でも取られるわけないと思うけど、住人力が誰と何しようか。まあ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 、なんかちょっと今日の思ってた対談と全く違ったな。あ、どういう対談イメージされてました。いや、なんかもっとすごいあの感じのなんかタメ口で来ると思ってて、あ、さかなクンって言ってて、そう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 、もっとなんか礼儀になってない子なのかなっていう。でも逆にそっちの方が面白かったけど。やっぱそれはね、まあやっぱりそうですね、まあそっちも面白かったって言われるとそっちもやってみたくもなりますけれども、まあ遅いよね、もう今さら、さすがに。はい、すいません。まあでも、YouTube チャンネルもともとやってたの、今回から始める。今回から、あ、今回から始めるみたいで。え、そっちは対談？そっちはちょっと、まあみくるさんが2ヶ月後に試合があるということで、うん、最後の息抜きがあってな、ちょっと一緒に今テレビで流行ってるゲームを一緒にやっていただきたいなということがありますので、うん、ちょっとそちらも楽しみにして。まあまあまあ、じゃあそちらをね、はい、見に来ていただけたらなと思います。じゃあそんな感じで、またね、ブレイキングダウン9、はい、オーディション来てもらいましょう。じゃあ、はい、あと皆さん TikTok で絶対課金しないでください。え、投げ銭しないでください。いやいや、結構お金大事ですからやめてください。金あります、もうこの人。投げ銭しなくていいです。ないです。じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。